婚礼院は祭主の各が選んだ州の主、その歴代の礼院の中には祭主の共鳴者が存在する。しかし前任が辞任した後、礼院不在のまま長い時間が経った。そして今回の物語、腕頭の戦いが始まる。極楽の地は砂と無種の兵器が残る暗天に覆われた不毛の地。長らく今州に負けが続いていた。憎き無双選手が散らばった兵器の念を取り込み、亡者の残響を己の兵士として刺激する力を振るうその最中、現れたるは良きの元将軍カジョリン。天に並びし蒼月は災いの訪れを語る。カジョリン将軍が剣を高く掲げ、決着をつけるべく飛び出したのだ。黒い炎に染まる剣、それに焼き払われる眼前の敵ども、もはや彼を止める者は何もない。そしてその時、極楽の原に逆さまの雨が降り始めた。天に落ちる雨粒の洞窟と怪物の方向、煉獄と化した戦場の騎士も音が鳴ったのだ。カジョリン将軍は最後の命令を下す。全軍に次ぐ戦線維持、最後まで戦え。漆黒の炎でその身を焼きながら、彼は無双戦士と死闘を繰り広げた。だがその後の行方は用として知れぬまま、絶望取り巻く戦場の沈黙を切り裂くは雷鳴のごとく炸裂した龍銀。ある少年が光竜の旗を引き継ぎ、苦戦の末良きを導き、全軍が撤退を果たしたのだ。この一戦で名を挙げた風の竜を操る少年は数々の武勲を賜り、核によって新しい鎮守将軍に選ばれたのだった。失踪したカジョリン将軍は席を問われる。そして無謀な指揮を取り、大量の兵士を殺したとして、交流史上でも有数の咎人となったのだ。この戦いでひどく消耗した今州だが、祭主がようやく重い腰を上げ霊院を決めたこともあり、祭主と新しい霊院のもとで今州は明るい未来をたどると皆そう信じている。私を探してる。見つけた。
軍です。Yeah.
ギャップ。はい。前回の続きから、押し寄せる残像をたった一人で食い止める羽毛の髪の少女、少女に危機が迫る時、重なる雲の切れ間から高校たる光の柱が差し込んだ。もやも残像もなぎ払う光の柱。そして光に当てられた巨像から現れる二つの人影、漂白者と紀炎将軍。二人の歩みは巨岩を崩落させ、無双戦士の野望は破綻した。よどんだ闘争の空気が一掃され、陛下も病んだ。事の成否はいつだって天意でなく人の営みによるものだ。一時の失意はあれど、局面を打開しようとする者はいる。かつて星々の降る野原に竜の怒号を聞いた。今はそれに比類する凱歌が響き渡る。この先どうなることやら。だがそれを語るにはまだ早い。